さあ、青山高原に行こうかなと思ってやってきました。ただめっちゃかすんでる。ちょうど正面にあの山の上に風車が回ってるのが、あの肉眼では見えてるんですけど、かなりかすんでるんですよね。どうなんだろう、上上がっても景色どうかな。まあまあとりあえず行ってみましょう。さあ入り口やってきました。ゆっくり走れるからいいな。まあでも本当はね、こう自分のペースで走りたいけど、まあよしとしよう。あ、ここから入っていくはんのね。よいしょ。よし、じゃあここからはね、自分のペースで走れるから、楽しく走れるかな。よいしょ。ねえ、コーナー取りというか、あ、ちょっとね、やっぱりちょっとね、やっぱり路面濡れてると気になるな。でちょっと溝も切ってあるし、でもここすごいよな、やっぱり佐波さんここでレビューしはんねんもんな。すごいよな。ひとしきり走った青山高原。いやでもやっぱこの道は気持ちいいな。でもやっぱり風は強いな。でやっぱりね、予想通り霞んでて景色は良くない、でも走ってて気持ちのいい道、これあのカーブで、パールロードまで本当はね行きたいけど、やっぱりなかなか距離がねあると行かれへんから、やっぱりね、青山高原やとやっぱりね片道2時間ぐらいで来れるので、いや来やすいですよね。やっぱりね、パールロードまで行こうとなるとやっぱり3時間半4時間近くやっぱり片道かかるから、やっぱりねこうふっとじゃあ行こうかっていう距離ではない。やっぱりこのね 125cc でだとやっぱりね、パールロードまでは行けないから、じゃあちょっとこう気持ちのいいこう眺めのいいところでいいワインディングっていうと、やっぱこの青山高原とか、あとはソニー高原の方なのかな。でも景色がやっぱりねいいのはここかな。ね、やっぱり昼過ぎぐらいまでの時間があって、
朝ちょっと早めに出てこれるとなると青山高原までは来やすい、うん、そんな感じですね。まあちょっとね、ひとしきり青山高原走ったから帰ろうかな。